今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。あ、またゲンティアナ。本当だな、いたのか。いなかったよ、今回は自信ある。絶対いなかったって。それはおかしいな。かっこいいね。やめろ。ねえノクト、明日の朝なんだけど、ちょっと付き合ってくれない？ノクトの協力がどうしても必要なんです。あ、別にいいけど。おお、マジで？ありがとう。じゃあ明日ね。で、どこ行くんだ？俺、もっと写真撮るの上手くなりたいからさ、かっこいいノクトを撮るってのに挑戦したいんだよね。は？すでに十分かっこいいだろ。この辺りはと、うん、いいね、ここにしよう。じゃ、ノクトはかっこいいポーズしてね。は？あ、は？それじゃあ行くよ。3、2、1。いいね、もう一枚。はい、チーズ。ラスト1枚。はい、とっておきのポーズ。
っしゃいい写真が撮れたよ。てかそれ何に使うんだよ。え、実はさ、ルナフレーナ様にお会いした時に渡してあげようかと思って。じゃあまあ別にいいけど。おかげでかっこいいノクタが撮れたよ。ありがとね。次は可愛いルナフレーナ様を撮ろうっと。ちょ、おい、よっしゃ目標達成。俺のおかげな。そうそう、ノクタのおかげ。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。じゃあ休もうぜ。さて、クローズネストにようこそ。今日はどうしましょうか。これがなかなかくせ者ぞろいで。どうも、また来てくださいね。あ、
行くか。風が気持ちいいね。そうだな。うり。おっさき。ノクト、窓をエンジンの音がする。ここで撮ろうぜ。また頼むぞ。こいつらいたら撮れないって。片付けてやる。さーて。いや、行くぞ。さてどうぞ。外すなよ。前を見ろ。ああごめん。せっ。おお、いいね。当然だ。はい、撮ります。よし、次の写真を撮りに行こう。ノクト、上見て、ニクル軍だよ。サンキュー。
ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。先に行くぞ。ありがとな。お疲れさん。よろしく。天気だな。そうだな。よっ。ここから取れよ。お疲れさん。プロンプト、写真は後だ。さて、どうする？正面突破。ノクト、帝国軍だ。行こうぜ。ああ、うん。じゃあ撮るよ。じゃあ報告に行きますか。ノクト、うまいことやるじゃねえか。どうだ？大丈夫？すまない。どうだ？終わりか。だるいな。そうだね。
これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。行くぞ。よし、完璧。圧倒的だな。どうする？正面から攻めても力を無駄に消耗するだけだ。気づかれないように潜入、兵器や設備を一つずつ潰す作戦が有効だろう。準備はできたか？作戦開始は夜だ。夜明けまでに終わらせるぞ。魔導兵たちの動力供給を断つんだ。魔導装置を狙えば兵器の能力が下がる。行くぞ。警備中の兵に見つかるなよ。警戒状態になれば寝ていた魔導兵たちも起動されるはずだ。戦場は思い通りにはならないだろうか。だな、軍師の責任じゃねえの？おめえは戦場で話そう。俺が前に出る。続け。終わり。さて、
やっ、あれや、よっ、そりゃ、いや、そりゃ、くっ、はっ、これで決めよう、これで決めよう、行くぜ、えっ、こっちだ、うり、くらえ、今がチャンスだ。ほら、よし、成功だね。ノクト、敵の増援が来てるぜ。またお会いできて光栄だよ、王子。もう逃げ道はありません。幸福なサイルシスの王子、今のうちですよ。誰々しいの、誰だ。おそらく帝国軍重傷のロキとカリブ。あいつらか。ロキと決着をつけよう。ああ、さっきのバースしてやるぞ。闇に紛れる意味はもうないか。お手を終わっての殲滅だ。さーて、よっ、
Yeah!
突撃だ。くらえ。受けてみろ。はっ。よし、もうここには用はない。で、用ノクト、
待ちな。濡れるわ。おかえり。無事なようで安心したよ。あ、写真撮ってきたぜ。これは襲われたの？倒したけどな。さすがに強いね。こりゃ僕も負けてられないな。うちの会社も帝国と戦っていくよ。いつか王様がルシスを取り戻すまでね。ありがとな。これ僕からの最後の資金提供ね。これからの旅に役立ててくれたら嬉しいな。ノクティス王子、難しい話抜きで頼みたいことがあるんだけど、心霊写真を撮りたいとは思わない？次はオカルト記事か。いやいや、とんでもない。これは大真面目な話だよ。アコルドの国宝名画ラクシュミに強力な悪霊が取り付いたらしい。悪霊？信じられないでしょ。でもね、僕はこの話がスクープになると睨んでる。もしオルティシエに行くことがあったら、ぜひ悪霊の写真を撮ってきてほしいな。ラクシュミは首相官邸の地下に大切に保管されているんだ。アコルドの国宝に取り付いた悪霊、本当だったら大スクープだ。ラクシュミは首相官邸の地下に大切に保管されているんだ。いや、いらっしゃい。毎度あり。毎度あり。またどうぞ。ハンター君、
見てきてくれた？ああ、直しといた。本当？助かる。じゃあ、あとは普通の点検だけで済むか。ああ、一個壊れてた。やっぱりそうか。どうも。場所が分かればすぐ修理できる。もし電力が止まりでもしたら、夜、人を守る光も作れないからね。ありがとう。これ、お礼。あ、元気？ハンター君。まあな、そっちは元気ねえじゃん。うん、会社から照明の点検頼まれちゃって。ハンターは今出払ってるそうで、私ならいけるだろって特別手当付き。あんたならいけるって。日帰りできないかもしれない場所なのがね、市外相手じゃさ。でも照明の点検は責任もある仕事だし。行ってきてやろうか。え？ああ、でもそれ無責任だし。うん、やっぱり私じゃ無理か。ごめん、頼むよ。頼まれたら引き受けてたけど、安請け合いしすぎたかな。難しいなって思ったけど、やんなきゃって。点検って大事だからさ。点検はもちろん必要なことだけど、死骸には気をつけてよ。あ、何でも引き受けちゃうんだね。周囲はできる人間に頼んでくるからな。点検整備とはいえ場所は外だ。無茶をする。つかほとんどハンター仕事だしな。あんな感じで喧嘩止めたのかな。静かな凄みがあったな。死骸に驚いた人物とは思えないくらいだ。ああ、ビビったわ。鮮度抜群、美味しいよ。次もよろしくな。お前だ、窓付け見ちまったよ。飛行基地ってなんだか不気味だよな。物はいいよ、買ってきな。はいよ、また寄ってくれ。今日は何が必要かな？よし、バイトアリー。次はもっと買ってくれよ。うまそうなもんがいっぱいあるな。この間、窓受けを見ちまったよ。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。またのご来店よろしく。飛行基地ってなんだか不気味だよな。いらっしゃい。また来てくれよ。
いらっしゃいませ。ご利用どうされます？あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。あれ、あいつ？うん、誰かいた？いや、なんでもない。タイミングバッチリだぜ。準備はできているか？あ、行こう。